こんにちは、ディズニーとのムーです。東京ディズニーシーにある大好きなリストランテリカナレッジに秋の新メニューが登場しました。早速ご紹介したいと思います。シェフのおすすめコース4600円、おすすめセット2900円の2タイプあります。牛サンロインとドリンクがあるかないかの線になっています。ディズニーとはおすすめセットをチョイス。まずは前菜からご紹介。こちらはサンマのマリネ、酢に使ったパプリカの酸味とサンマが相性抜群でした。そしてこちらのカボチャみたいな形になっているのがアランチーノ、ライスコロッケのようなものでサックサクなんです。中にイカみたいなのが入っていて、クリーム味、若干シーフードのお味もします。温かくてとっても美味しい。下のトマトソースとマッチしていました。最後は野菜のトルタ、ナスとアンチョビのピューレです。バルサミコでしっかり味がついたキノコとアンチョビの相性が抜群。サクサクとしたタルトの食感もグー。ナスもとっても美味しかったです。クランベリーソースがとても甘くてお酒が進む前菜でした。ペロッといただいちゃいました。お次はパスタ、カサレッチェ、ポルチーニとポークのラグーソースです。ちょっと紫のついたキャベツやかぼちゃからハロウィンを感じることができます。あとゴロゴロ入ったお肉、ポルチーニもゴロゴロ入っていてとってもいい匂いがします。ちょっと待って、めっちゃ美味しい。ラグーソースのコク、お肉は柔らかくて味がしみしみで噛めが噛むほど味が出てきます。そしてなんといってもかぼちゃの甘み、秋を感じさせますね。それからポルチーニ茸の柔らかいこと、ソースとマッチ100点満点です。またブラックペッパーのアクセントも良いですね。変わった形の S 字のパスタが濃厚なソースをがっちりキャッチして、これは美味しい。スパゲッティ派の私ですが、これにはお手上げです。おすすめ。美味しくてソースをパンにつけて食べたいレベル。量は思ったほど多くなく、女性でも無理なく食べきれます。男性はちょっと少ないかもしれません。こちらもペロッと完食です。最後はデザート、チョコレートプディング&カシスエスプーマ、ハロウィンをイメージしたとーっても可愛い見た目のスイーツです。粉砂糖でお化粧をしたチョコレートプディングにチョコレート味のメレンゲのお菓子が刺さっています。そして各種ベリーと紫の花、クモの巣のチョコレートも飾ってありますね。これがカシスエスプーマ、カシス味のふわふわなクリームです。なんといってもお化けが出てきそうなベリーのソース。そしてこちらは香辛料のグローブパウダー、味の変化を楽しむためについているみたいです。お化けちゃんたちと一緒にいただきます。うわー、とっても美味しそう、僕たちも食べたいよというお化けちゃんたちの声が聞こえてきそうです。さてこちらの濃厚なチョコレートプディング、くるみが入っていて食感もいいです。ベリーのソースは酸味が強いので酸っぱいのがお好きな方に、カシスエスプーマはふわふわでお口の中でとろける、こちらは程よい酸味で私は大好きでした。やっぱり気になるのは香辛料グローブパウダー、言い表せない味、何これ。単体で舐めると鉄舐めてるみたいな感じで美味しくないのに、チョコムースにつけて食べるとなんかお口の中でエスニックが広がるっていうか、美味しいから不思議な気持ちになる。これがハロウィンマジックか。とにかくチョコレートプディングにマッチしていて美味しいんですよね。そうそう、ハロウィンの魔法だよ、みんなも食べてみてねって言っています。ハロウィンの怪しげな雰囲気を感じられる素晴らしいスイーツでした。今回のハロウィンのコースもめちゃ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 美味しくて大大大満足だったので、ぜひ皆さんも行ってみてください。今年はグルメなディズニーハロウィンを楽しみましょう。それではまたねー。